ユニバーサルスタディオシンガポールへやってきました。はい、おなじみのあの回るね、ユニバーサルね、この地球儀のところ、有名なところですね。これはなんかやっぱ日本と変わらないですね。みんなここで写真を撮っております。はい、こんな感じで。そして、今ちょっとね、ゲート見えてますけども、あそこに、はい、ユニバーサルスタディオシンガポールということで、はい、こんな感じでね、地球儀が回っております。まだね、開園してないので、開園したらね、いろいろ楽しみたいと思います。はい、中にね、入園というかね、入場いたしました。はい、これからね、ちょっといろいろ楽しんでいきたいと思います。今日はね、平日なんですけども、やっぱり観光客の人がね、かなりね、多いですね。はい、そういう意味では、ちょっとね、乗れるかどうかっていうのはわからないですが、はい、かなりね、人が混雑しております。でも、雰囲気はやはりね、USJ と似てますね。ちょっとこじんまりした感じのストリートになっております。それでは、楽しんできまーす。トランスフォーマーライドに来ましたね。はい、これちょっとね、入ってみたい感じはするんですけど、混み具合がよくわかりませんね。はい、かっこいいですね。トランスフォーマー。はい、全体はこんな風になっております。おー、すげえ。かっこいい。ちょっと覗いていきたいと思います。トランスフォーマーズライド行ってきたんですけど、完全に昔あったスパイダーマンでね、トランスフォーマーバージョンみたいな感じでね、しかもストーリーすっごい短かって、あっという間のね、慌ただしい感じの、作品になっておりました。ね、コースターなんかもあります。そして皆さんここでね、記念写真を撮ってます。ね、これで、なんかここ有名みたいですね。お金多分ね、取られると思います。それではまたね、他のとこでも楽しんでいきまーす。なんか皆さんここで動くね、バンブルビーとね、写真を撮ってますね。はい、結構ね、列並んでおります。ジジさんは特にもう撮る予定はありません。はい、こうやって皆さんね、カップルで写真撮ってます。すごいね、逆さまになったりしてる。こっち来るのかな、まだ来ないよ。どこにいるんでしょう。逆さまになってます。もう追うのが大変ですね。さあ、なんか遺跡っぽいところに今度ね、やってきました。はい、ここも楽しんでいきたいと思います。すごい、なんか、すごいよ、ここ。うわぁ、なんか、エジプトですね。エジプトです。はい、いよいよ、ジュラシックパークの方へね、やってきました。日本とは違って、結構ね、なんか、ボートがまん丸くて濡れるっていう噂がね、ありまして。ちなみに、ジジさんは乗りません。ちょっとね、なんかパスポートまでね、びしょびしょになるっていうね、話なんでね。ちょっとね、これはやめとこうかなと思っています。まあ、こんだけ暑かったらね、乾くんでしょうけどね。ちょっとね、どんな感じ？ここね、恐竜がいますよ、恐竜。恐竜が。ちょっと覗きに行ってみましょうか。どんな感じなのか。ちょっと見るだけ見て、ね、行ってみたいと思います。さあ、一応2倍で撮っときましょう。さあ、落ちてくるかな？どんな感じでしょう。そろそろ声が聞こえます。落ちてくるんじゃないでしょうか。うわ、結構濡れますね。これ結構濡れますね。これは厳しいです。
皆さんべしょべしょです。さあ、なんかおとぎの国みたいなところにねやってきましたよ。はい、こんな感じでね、まあ人はまばらですね。はい、なんかイッツァスノーワールドみたいな、そんな感じの、なんでしょうか、この子は何でしょうか、なんかこう、まことちゃんカットの、なんかよくわかんないですけどね。はい。ここは何でしょう、ここは行けるみたいですね。はい、ちょっとね、また、中撮影できないんで残念ですけど、ちょっとなんかここは、シュレックの 4D がありますね。シュレックの 4D、ちょっとね、入ってきてみたいと思います。なんかプラスチックカーのかっこいいやつがなんかいっぱいあるね。なんか USJ にもこんなのあったような気がするけど、すごいね、すっげえかっこいいわ。かっこよっ。レース。